こんばんは、親父でございます。先日ね、リサイクルショップに行きまして、まあね、友達とね、よくまあおもちゃ屋さんだったり、そういうね、リサイクル、おもちゃの中古をね、扱うようなリサイクルショップに行くんですけど、まあ友達がね、ラジコンをね買ったので、まあ安いのね買ったので、私もね、まあどうせなら一緒に遊ぼうかなと思って買ってきました。で、友達がね、540円で買ったんですけど、まあそのぐらいならいいかなと思ってね、私もこちらを買ってきました。ラチコンです。どこだったかな。富里のね、まあ成田の方なんですけど、ホビーオフ、ブックオフ系列のおもちゃとかね、そういうのを扱ってるところなんですけど、こちらでね、未開封品540円ということで買ってきました。プリウスがね、好きってわけではないんです。これしかなかったんです。で、まあ、フェラーリとかもあったんですけど、まあ、未開封品で、サイズ的にもね、その友達の買ったのと同サイズがこれだったんで買ってきました。で、これよく見てみるとね、トヨタの承認済みっていうことになってます。これをちょっと買ってきたんでね、開けたいと思います。はい、開けてみました。多分ね、これってあれじゃないの？なんつうの？ UFO キャッチャーのさ、おまけじゃないのかなと思ってはいるんですけど、なんだこれ。うわ、コントローラーしょぼいな。これアンテナかな。ビローンって感じですね。なんかスタートボタンみたいのと、いや、これ動くのかな、ちょっと心配ですね。一応ね、電池がね、こっちのリモコンのプロポっていうのかな、こっちのね、方は単4だっけな、単3か、これが2本で、本体の方は4本ってことで、家にもあったんでね、電池は買ってきました。ね、スポーツカーの方がいいんですけどね。セブンとかあればね、いいんですよね。私昔 FC に乗ってたんで、 FC とかがあればよかったんですけど、ネジというか、こんなんでね、固定してました。いやー、サイドミラーがねクニクニです。昔ね、なんだっけな、インプレッサーか、インプのラジコン持ってたんですよ。3000円ぐらいで購入して、4000円ぐらいか、3キュッパぐらいだったのね。で、購入して、それはね、そこそよくて、よくてね、このライトが光ったりしてたんですけど。どうなのかな、プリウス。色もね、せいぜい白とか黒があればよかったんですけど、まあ、銀色しかなかったんで、まあいいかなと思って。もちろんね、ドアは開きませんよ。でも言うほど雑な作りじゃないですね。まあ、こういう感じです。特にね、サスペンションも効いてないですね。だからギミック的には何にもないです。まあ、ちょっとね、せっかくなんで電池入れてみましょうか。一応ね、リモコンの方にはね、電池を入れました。
こうやってね、右左動かすと電池がつきますね。これね、買った時にね、レジのおばちゃんが、こちら未開封品になりますので、なんていうのかな、動作確認してませんってこと言われたんでね、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、まあ、多分ね、動くのは動くと思うんですけどね、なんたってトヨタ承認済みですからね。結構でも思ったよりは一緒に買った友達はね、アクションカムを持っているので、それをつけてね、動画を撮るってことで買ったんですけど、私の方はね、持ってないんで、まあ一緒に走らせてね、ちょっとしたデッドヒートじゃないですけど、そういう動画を撮れたらなと思っています。こういう感じで電池を入れました。なんか油みたいなのが出てきた。かなりな下と設置しがここはね、そんなにないんで、普通のアスファルトじゃね、オフロードを走るには厳しいかなっていうのがあるんですけど、でここにね、スイッチがあるんで、これを入れてみます。特にどっか光るっていうことではないですね。じゃあ早速ね、ちょっと動かしてみたいと思います。こっちから行こうか。じゃあ何もないところから、じゃあ発進、動きません。こういう感じで光ってはいるんですけど、動きませんね。何なのかな。全くうんともすんとも言いませんね。ここは関係ないもん。どういうことでしょうか。ちょっとね、説明書を読んでみたいと思います。今さら読むというね。特に何かが必要ってことではないですな。こういう感じになってます。ダメですね、動きません。捕まされた感がありますね。電池はね、新しいの買ったんで問題ないと思うんですけど、ダメだね。まあ、540円だからな。
はい、ということでね、まあ、残念ではありますけどね、ホビーオフさんで買ったプリウスのね、ラジコンカー、未開封品を買ったんですけどね、動きませんでした。残念。それではね、また面白そうなね、おもちゃあったら買って紹介したいと思います。バイバイ。